い、皆さんこんばんは。本日はヤワラからスタートしましょう。ヤワラ通り中華街、例えば夜の7時半ぐらいですけれども、結構こんな感じで賑わっております。明日からね、タイは6連休なんで、今日は、月末週末の日になっております。ここのね、右の赤いシーフードさん美味しいですよ。ぜひ来てください。ここのね、一応なんていうんですかね、右側1車線と左側1車線は歩行者天国という風な形になってますので、どうここから車は入れなくなっておりますが、結構ね、路中っていうんですかね、物を買うためだけに停車しているような車が多いんで、そういった車のために渋滞をすることがあります。タクシー多分メーターで行かなかったんでしょうね。降りてますね。やっぱ団体ツアーとかでも一応観光が来てますね。左の店、ファイジャップかなんかで有名な店やね。いや、やっぱ中華街こう盛り上がってますよね。やっぱ夜のこの食事の時間帯っていうのは、お店でね、お店でツアーってね、食べれるのがいいんですけど、なかなかね、こう屋台で食べ歩きするのもなかなか難しいですよね。でもこんだけ活気が戻ってるのはすごくいいことだと思ってます。ホテルロイヤル、もう向こうまで行っても仕方ないんでね、私はここを右に曲がりますが、このなんていうんですかね、私が求めているのはヤワラのこんな表の通りじゃなくて裏通りをね、見に行きたいと思います。ここを曲がってもどうせ地下鉄への道に行くとこだけなんで、そんなに大したものはありませんが、ここの近くですよね。もうほとんど歩行者天国ですよね。こうやって見るとすごく歩いてる人が、無形界に歩いてる人が多いですね。一応ここ車も通れる道路なんですけどね。音に気づいて避けてくれるんでありがたい話でございますが、タイの場合ね、あまりこうクラクション鳴らさない人は多いですよね。はい、こちらちょっとヤワラの裏の方に来ました。ヤワラの裏通りのね、一本入ったところですけれども、こちらの方、ここをね、左に曲がりますと、なんていうんですかね、パチンボさん、スワリンボさんって言った方がいいかな、がいるところなんですが、見えるでしょうか。今日ね、渋滞がひどいんで、あんまり見れないかもしれません。左側全然いないね。この右側の方、右側の方にもまだ時間早いのかな、全然いないね。あ、少しいる、少し。ここね、やっぱりこうお香の匂いがしてね、面白いですけどね。あ、少しいますけれども、見えますでしょうか。ここが、ジュライロータリーになります。こちらジュライロータリーでございますが、ここね、もう少し行ってスワロンポン駅方面に行くところに、スワリンボーさんたちが、何人かいらっしゃるかと思います。いわゆる、まあ、ホテルっていうんですかね、ところのホテルのところの、いわゆる一つの下にいるみたいな感じですよね。ここがホテルのところなんですが、この右側のところどうでしょうか。あの見えてるところ、これホテルですね。ここら辺にも結構人がいるんですけれども、今日は全然いないですね。全くと言っていいほどいないですね。摘発でもされたんかな。ちょっとこう動画的にはかなり寂しい感じがしますが、数名しか見当たりませんでした。ちょっと残念です。皆さんにね、このヤワラのいわゆる沖合じゃないですけれども、そういったところをご紹介しようかと思ったんですが、今日は全くと言っていいほど人がいませんでした。いや、ちょっと悲しいです。
はい、谷屋通り来ました。谷屋通りのこの上から見る風景もなんかだんだん見慣れてきたような感じになっておりますが、なんかあれは旗を持って歩いてるというか、これタイの旗じゃないよね、なんかインドの旗っぽいですけど歩いておりますね。こんな感じでね、皆さん結構立ち並んでおります。望遠レンズ本当ブレやすいんでね、撮影が難しいです。どうでしょう、時間がね、まだ何時、今7時半なんでちょっと早めですけれども、どうでしょうかね。こんな感じです。谷屋の状況でございます。7時半なんでね、まだ空いてるかと思いますが、これから混んでくるといいですけどね。やっぱり8時9時過ぎたぐらいからが混んでくるんでしょうか。そんな感じだと思います。はい、谷屋通りからお伝えいたしました。はい、こちらパッポン2までやってきました。パッポン2どんな感じでしょうか。ちょっとだけ通りたいと思います。結構バー関係はやっぱ出てますね。ただ55系は男の55、女性の55を含めてやっぱりまだやっぱ静かですよね。特にもうこの辺とかもう何にもね、フードランドの前に全然お店ないですもんね。ここの上もなくなりましたし、寂しい話です。コスモスとかありますけれども、ちょっと寂しいですよね。バタビンも一応ライトはついてるけど、どうなんだろう。 SM ショーは、はい、パッポンのティフィバーの方に来ましたが、バービア街、場所移りましたね。これパッポンのシーロム側の方なんですけれども、こちらの方からこんな風にバービアが移動して、ここら辺が屋台街に変わっておりまして、でラディオシティの横ですね。ここら辺がラディオシティの前のところにあったあのバービアみたいなのがなくなりましたね。ここでね、食事食べれたんですけど、それがなくなったんで、ダイビーキングでここでご飯食べることはできますね。ここら辺がちょっとこうまた普通の屋台に戻りつつあるのだっていう感じします。でパッポン屋台はと言いますと、こっちの横の通りは空いておりますが、こちらの中の中心街の通りは人が多い感じですね、うん、いい感じです。で一番右はゴーゴーバーの方なんですけれども、こちらの方はあまし人いないですね。こんな感じでございます。先パッポン2のところにバイク止めたら40バーツを取られてしまいました。でも止めちゃったんでね、仕方がないです。今度からは別のところに止めたいと思います。こっち側は何もないの寂しいですよね。バーの方が真ん中だけで屋台があるので、でキングキャッスル前のところですけれども、はい、この辺もこんな感じで空いております。屋台が全然出てないですね。なのでこっちの屋台がなく、真ん中の通りだけ人がいるという感じです。キングキャッスルとかもね、まあ、まだ早い時間なんで誰もいませんが、こんな感じでございます。まあ、パッポンはこんなもんですね。特に何も語ることはありません。
タタラマッサージ前を通って、やっぱり7方面向かいましょうかね。ちょっと今日は早い時間、まだ8時ぐらいですけれども、この時間に行きたいと思います。はい、七プラザ前、すごくスムーズにバイクを止めることができました。はい、こちらの方から七プラザの方に入っていきましょう。まだ、8時10分、夜の8時10分です。まだまだ平和な時間帯ですね。今日は本当に久しぶりですけれども、七バーガーを食べたいと思っております。今日はチーズバーガーにしようかな。でもね、ナナバーガーって言ってまいね、ここのライアンもいつも惹かれるんですよね。ほんと美味しそう。ではこちらのナナバーガーです。こちらを食べていきます。そしてナナプラザでございます。いつもですけれども、やっぱりいいですね。中にはね、欲望渦巻く街があります。はい、今日の夜ご飯いただきます。ナナプラザの目の前に見たナナバーガーでございます。今日は豪華にチーズとベーコンも入れさせていただきました。こちらの方ね、この景色ですからね、この景色で食べるナナバーガーでございます。早速ね、いただいていきましょう。ね、もういつもなんですけど、ケチャップ、そしてマスタード、マスタード、あとマヨネーズかな、マヨネーズも入れさせていただきます。フラフラ吹いちゃっててるところで、ね、じゃあこちらの方でいただいてきます。いや、なかなか美味しそうです。ナナプラザです。ナナプラザは見れるんですけど、この辺何か看板ができましたね。芸者の看板ができて、こっちの右の方にも看板ができております。中でね、売ってませんから、こちらの方からでちょっと失礼します。はい、ナナプラザでした。ナナバーガー非常に美味しくいただきました。まあ、正規肉ですけれどもね、本当にここで焼いたやつ、それからね、パンも綺麗に焼いてくれたんでね、非常に美味しくいただくことができます。ごちそうさまでした。じゃあちょっとだけナナ突撃してきます。はい、ナナ中入ってきました。まだ早い時間だったせいかね、ちょっとまだ空いてましたね。まあ、今日木曜日なんでっていうこともありますが、明日から連休で休みなんですけれども、結構空いてたような感じでございます。これからまたスクビットの方通って、ソイカの方向かいたいと思います。で、一応ナナの目の前には、ATM、カシコン、TTB ありますので、お金に困った方、こちらの ATM でおろすことができますので、はい、ご安心ください。両替も可能です。はい、それではスクンビットの3からあそこ方面向かっていきましょう。そんなにもこの時間なんでまだね、見どころは少ないかと思いますが、とりあえず、まあ、映すだけ映していきますね。なんだかソイの5か、ソイの5、それからソイのな、今8時半ぐらいですかね、時間的に言ったら。まあ、まだ早い時間ですから、立ってる方もまだ少ないかと思います。夜の街、やっぱりあれですね、ナナプラザもそうですけども、谷屋とかもそうですけども、8時過ぎぐらいからですよね、賑やかになってくるの。ソイカもそうでしたね。ソイカももう8時過ぎないとお店が開いてないというような感じでしたから、皆さん
ゴーゴーバー遊びに行く方、本当に遅めでいいですからね。あの8時とかだと本当全然空いてないし、女の子も少ないですから、出勤してくるのが8時9時の間とかですからね。遅いことだったらもうほんと9時半10時とかに来る子もいますからね。もうすぐ定名ですけれども、定名も夜の8時オープンでございます。なので8時ぴったりに来ても女の子全然いないですから、やっぱり8時半以降9時ぐらいから来るのがちょうど良いかと思います。はい、ただいまピクミントンというの13です。はい、そういう13から15あたりには一番立ちんぼの方、立たれている方が多い場所でございますが、どうでしょうか。ソフィテル、スクンビット、ソフィテルのここ入り口のロビーですけれども、8月中にはロビーの改装工事終わると言ってましたんで、もうそろそろ良くなりますね。はい、定名カフェ前ですけども、どうでしょうか。中国人っぽい人がいっぱいいますね。この辺女の子はいないんでね、女の子は中に入ってますから、表に立ってる頃は皆さんね、LB の方とかなんで、その辺皆さん注意しましょうね。じゃあこの足で、そのままソイカの方に向かいます。 S15 ホテルバーガーキング、この辺24時間営業ですから、特にここの横のねオールウェイズのカフェ、こちらのカフェも24時間営業やってますので、待ち合わせされるとかはこの辺のカフェとかで待ち合わせされるのがいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあちょっと、阿蘇を越えてソイカまで行きます。スクンビットのソイ23側から入っていきましょう。8時過ぎ、9時ぐらいですけれども、どうでしょう。やっぱり賑やかですね、こうやって見るとね。ただね、やっぱり お姉ちゃんの方はあんま向けれないんで、ちょっとこう下向けたりしますね。やっぱりこう賑やかなのはいいね。今日やっぱり9時ぐらいになると結構たくさんの方いらっしゃいますね。賑やか賑やか、なかなかいい光景が見れております。いや、いいですね、いいですね。はい、いつものカウボーイ2前で、レインボー前、スラック前ですね。こんな感じでございますが、どうでしょうか。これからちょっともう一回戻って、まあ、そこカウボーイ2でちょっとお茶飲みます。はい、ただいまカウボーイ2でコーラ飲んでます。さすがにね、なかなかこう向けて打つのは難しいですね。こんな感じです。ソイカ見てきましたが、やっぱりソイカボーイいいですね。すごく賑やかで楽しい通りでございます。テラス席に座ってね、歩いてる人見れるだけでも楽しい気分ですが、もちろんね、横にお姉さんつけて
お酒飲むのも楽しいかと思います。はい、ソイカウボーイからお伝えしました。はい、こちらスクンビットの24/1に来ています。こちらの方で中入っていたところにマッサージ屋さんがたくさんあるんですが、少し画像悪くなると思いますが、こんな感じです。キャンディー、キャンディー、アリス、キャンキャン、ラブラブ、お好み焼き屋さん、この辺いっぱいありますよね。日本人屋でもありますね。ブルムル、アカスリ、ローズ、ノーホワイト、エンジェル、こんな感じでマッサージ屋さんがあります。グラップ、マッサージ屋のあるそうですね。吉野山、肉鍋屋、桃屋、北郎寿司、寺、ラウンジ屋のラウンジ、田村中、柏屋旅館などがあります。白一プレミア、ラブキャンキャン、結構こんなのこう揃ってますね。いい感じです。はい、問い26です。例えば問い26ですね。24/1戻ってきました。今ね、キッチン新潟前にいます。プロンポンの駅の下ですね。ソイ24/1どうでしょうか。ちょっと、ね、手持ちの、カメラではちょっと映せないので携帯で撮ってますが、ちょっと画像悪くて申し訳ないですけれども、これから24の方も見ていきたいと思います。はい、24奈良屋前です。まあ、ソイの24のマッサージ屋さん系、24マッサージ屋さん系見ていきます。ちょっと映ってるかな、どうかな。ラーメン一番、この辺タイマッサージ屋さんすごいよね。オリエントマッサージ、アンゲンマッサージ、ね、102リプトマッサージ。お客さんが来たら一気に中入ってきましたね。こちらがソイの24エンポリアムの横になります。ソイの24のマッサージ屋さんをちょっと見てきました。ちょっと画像悪くなって申し訳ないですけれども、こんな感じでしか今のところ撮れませんので、もうちょっとね、あのインスタ GO3 か何かを買えばもっといい絵が撮れるかと思います。はい、スクーンビットのソイ22に入ってみました。22はどんな感じでしょうか。ちょっと見ていきたいと思います。ここもね、マッサージ屋さんとか近くなると見ることができないので、とりあえず遠目でしか見れませんが、さーっと見ていきたいと思います。マッサージ屋さん、ビットスタイル、バーに、GNK、焼肉たかし、焼肉屋さん開いてますね。
付近は特に何もなさそうな感じです。ディープインのスポーツバー、まあ、いわゆるこの辺は、ね、やらしいマッサージ屋さんですね。クイーンズパークの手前でございます。隣の沿いはどうでしょうか。こっちの沿いは何もなし。はい、マリオットマーキスの、ところまで来ました。目の前ローソンあります。マリオットのね、今、まあ、昔のクイーンズパークですね、この先にいわゆるマッサージ屋さん関係たくさんあるので、そっちの方行ってみたいと思います。この辺のクイーンズパークの真向かいもちょこちょことお店はできてますね。昔ほどのお店はなくなっておりますけれども、こんな感じです。横の方は何かあるかな。この辺のマッサージ屋さんもいっぱいありますよね。海鮮屋、この辺は何、カニービーバンコク、この辺たくさんバーありますね。すごいな、なんかちょっと奥まで来てもらったらあかん、 U ターンできないね。これはまずこの辺も結構バーがあるんですね。中まで入ると、中まで入ると結構面白いな。これ最後の22になります。22の横に入ったバービアのとこです。海鮮屋の入ったとこですね。こっちは花マッサージアブソリュートバー、アクアンマッサージバーとかマッサージ屋さんがあるところだね。花マッサージ、ここも終わりだ。こっちからもあれですね、カフェとカフェバーとか面白いな。たまにはこういうとこ来てみるのも面白いですね。22の方も回ってまいりました。今日はね、まあ、大体こんな感じで巡ってきましたので終わりにしたいと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ついでといってはなんですが、沿いの33、こちらの方も見ていきたいと思います。せっかくなんでね、こちら謙信、それから建造水産やったっけ、横に並んでる日系の居酒屋でございますが、なんか結構人混んでますね。別に立地がすごくいいってわけでもないのに、やっぱりこの派手派手な外装がやっぱ気に入ってるんですかね、皆さんね。この辺沿い33あたりになってくると、もう日本人がたくさん住んでるエリアになってます。ただこの辺もお客さんはタイ人の方が多い場所になりますよね。はい、こちら33の沿い入ってまいりました。この通りも、結構飲み屋さん街とかですね、あとマッサージ屋さん系の多い場所になります。左にあるのが、ロータスホテル、昔からある老舗のホテルですね。であとね、ここのここ入っていったところ、こういった横のね通りに入ったところにマッサージ屋さんとかがたくさんあります。いわゆるまあちょっとこうやらしいマッサージ系ですよね。そういう33の中に入ったところは、この辺りも随分でも様変わりしましたね。最近来てなかったんですけど、プレスレジデンス、それから普通のマッサージ屋さん、七瀬っていう、ラーメン屋さん、行く行くバンコク、ガールズバー、鍋チャンネルさんやってるとこですね。行く行くバンコクあります。それからこの辺り結構賑やかだな、屋台系が多いとこですね。ここら辺にあった
SM バーはなくなりましたかね。こちら茜ちゃん、茜さんも結構お世話になるところですね。エロマッサージですけれども、ファッションヘルスって言った方がいいかな。この辺にね、昔あった、レモニア、こっち移転してますね。この辺はエロマッサージ屋さんたくさんあったんですけども、コロナで全滅しましたね。はい、この右の方にもあるのがマッサージ屋さんでございます。マッサージ屋バー、ラウンジバーとかそんな感じですね。これソイ33でございます。この奥にはあるのはもう、健全なマッサージとかになりますので、こんな感じですね。はい、ついでにソイ33も見ていきました。ありがとうございます。